はい、皆様こんにちは。リフトドンケルハイトでございます。ミートピア実況プレイ続けていきたいと思います。さてさて、なんかゲームコーナーの件もらったけど、あの裏でゲーム起動した瞬間に手紙来るからね、まあ、とりあえず出発で。お小遣いはないんだよね。お小遣いはないっていう言い方おかしいけど、なんかいろいろ馬とデートとかしたみたいだし、出発しようぜ。レッツゴー。とか言って、じゃあもう他のステージはこことかはダメで、もうそのまま進んでええんかな。あれ、なんかいるぞ。なんかピーチ姫のなんかパチモンみたいなのがおるぞ。まあいいや。好きにしてくれ。もうそういうの何も考えてねえから、もうそのまんまで。ギスギス夫婦とかやだな。すっごいやだな。暑そうだねー。踊っとるねー。オードリー、そのまんまやないかーい。踊るんかーい。君は情緒。あ、そういうことね。いいよ。何の話？ああ。なんで、半兵衛さん。半兵衛さんがやったんかい。半兵衛さん、なくすなよ、ランプ。この人、そんな人気なの？ちょっと男性にも見えるんだけど。オードリーって女性の名前か。ああ。MP やめ？MP、あ、逆か。いいよ。ああ、そういうタイプ。MP やめよ。ああ、なるほど。まあ別にいいや。別にいいわ。つって。今金余ってるし。どうしたん？くっそ悩んでんじゃん。オイールとウォッタ。ああ、水と油ってこと？なんでそんなことで喧嘩してんだよ、おめえらはよ。この人か。なんか、ダサ。あんで、まあ。いいよ。地下迷宮か。変なとこに住んでるね。あ、でもあれか、アラジンとかもなんか地下の遺跡みたいなとこから取ってきた。おめえ誰だよ。あ、半兵衛さんいいじゃん。おめえは誰だ。で、音楽が、あ、任天堂ファンか。それでか。は？なんか前もやったな、これ。いいよ。なんでもいいの？ちょっと待ってて。よし。じゃあ、あおりちゃんでどうよ。パッと出てくるのがスプラトゥーン関係のアミーポなんで。あー、直でもらえるんだ。うち男の子ばっかだからな。そっか、男の子系のやつがよかったんか。じゃあイカとかにしてよかったか。どっちだろう。半兵衛さんの方に行きたいから半兵衛さんかな。あ、でも宝箱も欲しい。悩む。湿った道。もうちょっといいの名前なかったんか。もうちょっといいのなかったんか。それっぽい名前をつけてやれよ。お、あ、一人乗りか。二人乗せてもいいけどね、みたいなのはあれかな。他二人がまだ馬との絆がないからかな。半兵衛さんの方に行くならまっすぐかな。でも宝箱も気になるから、まあどうせ後で行くから、なんでやねん。
どうしたの？政宗様。あ、泣いちゃう？どっちでもいい、どっちもやりそう、家康でいいや。二人で助け起こせ。感謝したってのどうかと思うけど、言うてそんな上がんねえ。言うてそんな上がんなくてくさ。まあこれ今刑事に乗ってるから、あーん、落ちたん。あ、なんか増えてる。あ、男の壁画と女の壁画。お、ナイス馬。それならば鼻息アタック。やったえい。お、割れた。男の方は弱い。ナイス。よし。お、フラップ。なんかもらえるかな。あ、ヒエロトースト。あ、よ、ヒエロトースター、ヒエロトースト。男女関係なく。基本的に敵の種類で決まっ、あ、いや、早っ。基本的に敵の種類、見た目がパチモンだったら出てくる雲は一緒っぽいよな。特上とかそういうレベルアップあるけど、なんか別の種類は出てこない感じかな。ピローン。はーい。結構気になる。え？あ、来た？ついに来た！来たか。はい、すいません。あの、三成これが限界でした。あの、髪型がどうしてもねないんでこれが限界でした。すいません、ちょっとボリュームアップした三成だと思ってください。すいません、すいません、申し訳ございません。大変申し訳ございません。で、君ね、クールなんだよね。もう、クールしかないよね、っていう。そら、もう、もちろんクールだろうわよ、っていう。で、君の、なんだっけ、名前でもね、職業なんですけど、すいません、戦士でお願いします。すいません。やっぱ剣なんで。やっぱ剣なんで。ちょっとこの辺とかね、やりたい気持ちはあるけれども、すいません、すいません。ちょキャラの都合上、戦士でお願いします。あ、セリフどうしよう。でもセリフ言いやすーとかになっちゃうから、どうしようかな。あー、ちょっと髪型がうまくいってまいりませんね、今。あれ、なんでこんな髪型うまくいってないんだろう。あれ、ちゃんとできてたのよ、さっきまで。あれ、なんで髪型こんなうまくいってないんだろう。あれ、さっきまでうまくできてたのにな。あー、なんかうまくいってねえな。あれ？さっき、キャラ選択の時には結構うまくできてたのに、なんでここでちょっとずれたんだ？知らんのかーい。それより三成の髪型が気になってしょうがない。色味が、あー、まあ、どうしよっかな。髪の色合ってねえな。刑事とかは割と、なんか紛れ込ませられてるんだけど。遠目から見るとそこそこいいんだけどな。ちょっと待って。みんなの様子じゃねえ。三成さ。あー、なるほど。なんかうまく合ってねえな。この髪のあのさ、尖ってるあの部分を。なんとかやってるんだけど、色味が意外と合ってねえな。むしろ、どうしようかな。ちょっと悩ましい状態になってるな、今。これは、なり直した方がいいか？ちょっと待ってくださいね。はい、お待たせしました。消しました。あの、部分を。うん。どうしてもちょっとね、やっぱり、思った以上に違和感がえぐいし、まあ、このままでも三成の髪型に、まあ、似てるっちゃ似てるかなっていう感じなので。で、まあ、決め台詞を
つけておきました。個人的にこれ好きです。ちょっとひらがなにするとすっげーアホっぽいけどね。うん、そこは言ってはいけない。まあ決め台詞的にどうかなと思った結果、まあこれでいいかなってなったので、ね、これにしました。おまさん、ブラッシングか。おめえもブラッシングしてやりてえなみたいな服着てるけどないんかーい。おめえ爪あるだろって感じだけど、まあいいか。ここ掘れワンワン。いや、ここ掘れうまうまだ。うまうまおかしい。ここ掘れうまうま、もう絶対おかしい。めっちゃ上がるやん。めちゃめちゃ上がるやん。結構気になる。添い寝。安全地帯あんま使わねえからな。そんな添い寝してるとこも見たことねえしな。じゃあ、チェンジだな。どうしようかな。まあ、正宗様、まあ、三成もまあまあだ。これからとりあえずやっぱり家康と一緒にしたいっていう、やっぱり家康と一緒にしたいという欲があるよね。ドーナツ、あ、ちょっと待って。フライパン前に、売る前にじゃない?見る前にゲームコーナー見させてもらって。ボロボロのスタイルはおそらく正宗様だな。じゃあ、お小遣いで。ドーナツフライパンあげる。ドーナツフライパンあげるわけじゃない。お金をあげるんだ。オッケー、ナイス。かわいい。もっちゅう。で、次に、三成。川の色。ちゃんと変えよ。あ?あー、なんか裏残っ、いや、そんなことないはず。色はね、三つ、どうだろう。紫かな。川の色と合ってないっていうところがあるけど、三つ成も白っぽさと紫っぽさどっちがいいかなみたいなところがあって、まあ臨機応変にやっていこうかな。はい、水玉スタイルんで青だな。似合うな。なんで正宗様何でも似合うんだ。びっくりするんだけど。すっげえ似合うな。料理をあげる。悪魔のやつ好き。あ、信じられない美味しさ。でもお前 MP も魔力も関係ねえんだよな。MP はまあギリギリとしてもさ、とりあえず三成にいろいろあげていこう。あ、ダメか。じゃあ普通なの君だけじゃん。このメンツでやっていくのに。魔力か。みんなあんま好きじゃない。あ、魔力、まあ、魔力関係ねえんだけどな。上がった。じゃあ美味しくいただいてもらって、普通魔力、まあ君は魔力関係あるか、普通か。はい、じゃあどうしようかな。一回デートしてかな。ちょっとほなたら、ほなたら。釣りに行ってもらおうか。あかんあかんあかん。あかん、ちょっとおもろい。この組み合わせがちょっとなんかおもろいわ。関ヶ原、ラブラブやめろ。おもろいからやめろ。あか、やりとりが全部おもろい。どうして。お、釣れた。助けてー。あ、来た。ほどで助けに来てくれた。え、そこで終わるんかーい。結果はちょっと気になる。それずっと気になってたろ、お前らはよ。そしてわからんのかーい。ぴょん。ありがとう。え、ぴょんのやつ食える誰か。わからんな。大好き。おそらくこれみんな好きなんじゃないかな。だってこれ全部上がるでしょ。まさむね様にあげてみよう。嘘でしょ。まさむね様、嘘でしょ。びっくりした。はい。というところで、まあ、三成も仲間になりましたというところで、今回ここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。